皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。今回笠子でいいかものゲストは建築家で、PTA 会長を6期務めた島津さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。現在のお仕事、建築家どんなお仕事をされて、自己紹介を。はい、はい、自分の建築設計事務所を立ち上げて11年かな、はい、そのぐらいになります。はい、島津建築設計事務所を代表しております、島津義輝と申します。はい、普段は愛の建築家という名前で愛の建築しております。はい、で PT 会長、現在6期目を務めておりまして、今年で最後になる。でもそもそもその建築事務所をご自身でされて、まあ会社員じゃないから PTA 会長みたいなこともあるとは思うんですけど、うん、とはいえね、独立されていて、そのほぼ半分ぐらいを PTA 会長に費やすということで、はい、その初めなんかやるきっかけって何かあったんですか？なんか順番でやれとか、自ら立候補したとか。きっかけはまあ、はい、電話があったので、はい、はい、やってもらえないかという電話があったので、でまあ話だけ聞きに、うんうんうん、学校行きまして、うん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 、何人の方に囲まれたか覚えてないんですけど、はい、まあ、話は聞かないとやっぱり失礼だし、まあ、断るにしても受けるにしても、まあ、話だけ聞きに行こうということで行って、うんうん、1日考えて、その時には返事はしなかったんですけれども、はい、1日考えて翌日に引き受けますという返事をしました。小学校の PT、 はい、その当時お子さんが小学生、まだその時は2年生と幼稚園ですね。じゃあ、はい、お一方のお子さんが小学生に通われてた。そうですね、うん、その PTA 会長にやってくれって言われたら、何か理由があって島津さんもね指名されたのか。理由はね、特になかったと思われますけど多分ね、まず会社員を消して、そうですね、学校によく来てるお父さんということで、ね、多分、この人だったら、まあ、時間作れるかなっていう感じで、まあ、自営業だしっていうところで依頼があったと思うんですけど、でもその時よく引き受ける決断を、ね、そうですね、うん、まあ頼まれ事は試され事って、まあ、あるじゃないですか。そういうのもありましたし、何もわからないから引き受けられたけど、内容知ってたらちょっと大変かなっていうのはありましたね。実際にじゃあその、ね、今まで何もやったことがない中で、いきなりじゃあ会長ですってなって、はい、こうやることってどんなこと？やること、はい、やることはまあ1年目なので、はい、本当に何もわからないので、はい、で他の役員さんも基本1年目なんですね、はい、何もわからない状態だから、とりあえず例年通りするしかない。その決まりきった、はい、決まりきった行事というか、まあ、業務というか。じゃあそんなに1年目は何かこう自分の思いとか、もうこれに 何が何でも取り組んでやってるやるぞみたいなことはそんなにはなかった。ただ1年目でまあそれに何もわからない状態なんですけども、はい、その東灘区の会議とかに出るんですね、はい、となると他の学校でいろんなことをされている、ああはいはいはい、ですごくいろんな情報が入ってきて勉強になる、うん、で皆さんいろんな取り組みされてて、うん、ああというところで、あ、うちはこういうところを変えていけなきゃいけないなっていうのが見えてくるんですね、うん、ただあのまあまあ、ある意味公的、まあ、公的な組織なので、うんうん、なかなか変えるって難しいんですけれども、うんうんうん、やっぱり変えるってのは1年単位で変わっていくんですね。今日言って明日変わらないので、はい、だからそういった情報を仕入れながら、うちの学校にこういう取り組みをしていった方がいいなっていうのはやっぱり、やりながら見えてきましたね、特にそのついた小学校でこれはやらなくちゃいけないって思ったのは、こうどんな取り組みだったんですか？思ったのは防犯カメラを、はい、つけなきゃいけないと思いました。ああ、校区内に、
学校、うん、学校はもうすでについてるんですけど、ね、はい、うん、校区内、うん、やっぱりね、毎日とは言いませんけども、うんうん、子供がね、うん、まあ被害に遭う報道が毎日たくさんあって、うん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 、それを何とかしなきゃいけないと。で、うん、東成区の、まあ、うん、とある学校が防犯カメラを今年つけますと、はい、いうところがあったので、うちもつけようというふうに思いましたね。うん、はい、ただそのためにはお金がいると。そうですね、はい。うん、で、防犯カメラ自体は、はい、まあ、神戸市から補助金が出るので、はい、まあ、なんとかなるんですけども、はい、あとメンテナンスをちょっとしていかなきゃいけないとなると、毎年新たな予算が必要になるというところで、目をつけたのが、あの学校から保護者にメール配信のサービスがあったんですね、はい、こういう連絡、まあ、緊急連絡とか、はい、警報の時の連絡とか、はい、それを年間まあ10万ぐらい予算で PTA から払ってたんですね、はい、うん、ただそうだと、まあ、10万円かかるので、はい、新しいサービスっていうのが、まあ、まあ、発売されて、まあ、あったので、うんうんうん、それを取り入れることによって、うんうん、年間その10万円の予算が浮く、うん、それをメンテナンスの方に回していこうということで、まあ、まあ、1年目だから2年目に防犯カメラをつけるということを想定して1年目に予算を取っていこうと、うん、なるほどなるほど、はい、で1年目にしなきゃいけないことはその有料だったメール配信サービスを無料のメール配信サービスに変えた。ということで、はい、次年度の防犯カメラを設置していく方向が見えてきたっていうところですね。そういうのは特になんかこう、いや、やっぱり有料の方がいいとか、特に反対するこういうところもなく、まあ一応その大きなことを変えるので、はい、臨時総会は開いたんですね。あ、臨時総会というか、はい、違う。はい、あの時は、はい、あの説明会を開きました。ああ、なるほど、うんうん、はい、業者の方に来ていただいて、うんうん、全保護者にプリント配って、うんうん、開く説明しますよ、うんうんうん、反対があれば、うんうん、その時にお聞きするっていう形だったんですけども、うんうん、誰一人来なかったです。え、説明会、説明会、保護者あのそれは反対する人いないっていうこと。あ、プリント見たら分かるので。そっか、だからもう別に説明会行かなくてもいいよと思う。はい、もう分かってもらっていいよっていう。だからいろんなことを変える上で、うんうんうん、そういうなんていうんですか、説明しましたよ、うん、プリント配りましたよ、言いましたよねっていう、その積み重ねが必要なんですね、あ、こういう組織って。ああ、別にもうこれがいいからやっちゃえ、じゃあ、うん、一応その誰も来なくても一応説明会開催しました、はいはい、来ませんでしたけど、じゃあ皆さん OK ですねっていう、うん、一応手順は踏みましたよ。そうです。はあ、なるほど、ね、だから年間10万年ぐらい払ってたものをゼロにして違う業者に、うん、業者を変えるということなので、うん、あ、うん、なかなか、うん、そういうふうに手順を踏まないと、うんうん、っていうところで。じゃあその防犯カメラについてはそんなに反対もなくスムーズに。そうですね、防犯カメラが公に発表したのは、はい、2年目の春なんですね、はい、私が会長になった、はいはい、その時は、どうぞお手紙を用意して配った日に、うん、はい、校区内でちょっと、うん、あのうちの児童が、うん、まあ襲われる事件があった。配ったりその日に。あ、じゃあもうまさにこれ必要じゃんみたいな事件が起きたってこと、はいはい、だからアンケートを配って、うんうん、防犯カメラを設置したいと、うん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 、で皆さんのご意見が欲しいというプリントを配ったその日に夕方にあったんですね、うんうんうん、かものすごい数のアンケートが返ってきて、うんうん、まあ、要望といいますか、むしろやってくれみたいな。ぜひやってほしい。保護者からは一切反対の声はなくて、ただ地域につけるので、はい、保護者だけじゃないですからね。ああ、そっかそっか。だから、はい、自治会、はい、まあ、大まとめの、うん、大きな団体があるので、はい、まずそこで行って、話して、はい、でそこで、まあ、OK いただいたので、うん、各自治会に、はい、その情報が降りているので、はいはい、うん、だからまあ学校は学校で進めつつ、保護者は保護者で進めつつ、はい、地域は地域で了解いただくように進めつつ、うんうんうん、
まあ、そうするとやっぱり反対の声は地域からはあるんですけども、ああうちの別に学校子供だけじゃなくてなんか監視されてるみたいな、監視されてる、ああうん、ただからそれも、うん、こういう匿名の電話が、まあ、それも匿名の電話なんですけどね、あ反対学校に電話があって、はい、会長の電話を教えろと、あ島田さんの会、はい、PTA 会長、PTA 会長の電話番号を教えろと、はい、うんうん、いいですかって、はい、教頭先生から電話がいいですよ、はい、それでまあ電話かけた、はい、あじゃあかかってきたんですね、はいはい、うん、そしたら名乗らず、もちろん名乗らないですね、はい、だから防犯カメラをつけたいという場所はある程度決まっているので、あ、はい、うんうん、その場所について、うんうん、反対のお声だったので、うんうん、うーん、はい、わかりましたと、うんうんうん、もう話は聞きました、うん、でその地域の自治会長さんにお電話させていただいて、はい、うんうん、ちょっとどなたか分かんないんですけども、うんうん、こういう話があったんですがどんな感じですかねって聞いたら、うん、ああ多分あの人や大丈夫大丈夫、うん、こっちから選択しとくからじゃあそれで事なきをやったはい、それでもう事なきは、はい、まあでもねえ、嫌ですよね、全然し、まあ、ふざけんなみたいな感じまあ、むしろこういう役職やる以上しょうがないですね、で、うん、全員が全員ね、賛成ではないですからね、まあまあ、確かに、うんうんうん、でもそもそもその、大体1年で普通は終わるものなんですか、学校によっては2年とかね、あ決まったりとかあるんですけど、まあ、うちの小学校は全員1年任期なので、ちょっとだから更新していってるって感じなんですけども、じゃあその本当はまあ1年引き受けるぐらいのつもりだったけれども、特に考えてなかったですね、初め引き受けた時、はい、でもね、その防犯カメラやらなくちゃいけない、でも1年目にすぐはできない、うん、はい、ってことはやっぱ2年目もやらない、2年目やらないといけないんで、だからもうっていう初めの頃に思いますですよね、ですよねそうですよね、はい、なるほどね。で、じゃあ2年目に突入して、はい、そうですね。でもそこからまたなんかこういう取り組みをした方がいいんじゃないかとか、いろんな課題とかが見えてきたりしたんですか、ね、そうですね、うん。やっぱり1年目はその会長なんですけども、はいはい、東灘区とか神戸市とか、はい、まあ、学校の外の仕事がすごく多かったので、学校にあんまり関われなかったんですね。あ、そうなんです。あ、そう、はい、上の組織の方の、はい、だからやっぱり学校のこともちゃんと携わりたいとか思うようになって、うんうん、で、まあ、変えた方がいいなっていうところがやっぱ見えてくるんですね、うん、1年やるとやっぱり全体が分かるので、うんうん、2年目防犯カメラをつけながら変えた方がいいなっていうところが見えてくるので、うん、そうですね、そこでまあ今年はできない、やっぱり1年かけなきゃできないよなっていうところで、うんうん、で徐々に変えていかなきゃいけないな、うんうん、で結局3年目しないと変えれないよな、そうですね、そうですじゃあその1年目にやるときにある防犯カメラつけなくちゃいけない、でもそれやるには2年目もやらないとなってなって、2年目にこれもあれもやらなくちゃいけないってことはやっぱり3年目もやらないと、そうですね、実現がね、なかなかまた、はい、じゃっつって他の人に、はい、っていうわけにはいかないですね。だからあのメール配信サービスはその最初にやったのは登下校、まあ、校門をくぐったら、うんうんうん、保護者の携帯スマホにメールが届くようになってるんですね、うんうんうん、何時何分校門通過しました、はい、だ学校着いた時間と、はい、帰る時間、下校する時間、はい、今出ましたよっていうのが届くんですね、はい、それと防犯カメラをしました、うん、ということは機械による、うん、まあ、警備というか、まあ、安心安全、うん、防犯の取り組みはできたと、うん、次期しなきゃいけないことは、うん、保護者の目なんですね、うん、うん、機械だけではやっぱりどうしても限界ある、うん、まあ、抑止力にはなるんですけども、うん、まあ、それだけではダメなので、うん、あの3年目は、まあ、機械による防犯はまあできた、うんうんうん、あとは保護者の意識を変えていかなきゃいけない、うんうんうん、っていうことで、それまでは、まあ、まあ、委員さんによる、はい、登校時
の、まあ、旗振りといいますか、お守りの、はい、当番あるんですけども、はい、月に年2回だけ、うんうん、やっぱそれが少ないので、うんうん、毎日、うんうんうん、全ての保護者による見守り活動をしたいなと。登校時、登校時、下校時、あ、登下校両方、はい、それは義務ではなくて、あははは有志、だから本当にお買い物のついでとか、うん、犬の散歩、うんうん、庭の掃除、うんうんうん、まあ、そういったついでの時に見てもらえるのを、毎日、うんうん、当番決めて、はい、できる人だけでいいから見てほしいと、うんうん、いう活動を始めたんですね。なんか一応毎日何年何今日は1年1組、うん、で明日は1年2組っていう感じで、うんうんはい、ある程度決めると、うんまあ、動いてくださるし、うんうん、その日ダメでも別の日でもいいので、強制ではなくて、うん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 、っていう感じを始めたんですね、うん、それは特に反対とか反対はないですね、うんはい、もう決めて、うんうん、プリントお配りして、うんうん、まあ時間のある方とか思いのある方が、うんうん、まあ登校時下校時見てくださるっていうところですね、うんうん、なるほどね、うん、あと他に取り組んだこと、まず防犯カメラ、うんね、登下校の機械のシステム、うん、そして毎日保護者がね見守る、はい、あ, ですね、あとはですね、そうですね、こまごまとしたこともね、あるかもしれない、大きなところはそうですね、はい、あの組体操ってあはいあるんじゃないですか、組体操なんか神戸結構問題になってましたね、まあ市長が超えてたので、ああ市長がすごい反対、ツイッターでね述べてたので、ね、はい、まあ、市長もね多分細かく言うと反対ではないとは思うんです、まあ、これ個人的私の見解ですけどね、はいはい、組体操、まあ、マスコミでいろいろ言ってますけども、はい、まあ、私も、ね、先日 Facebook には書いたんですけど、はい、子供たちが怪我するって、はい、組体操ですごく割合が低いんですね、あ、うん、大きな話になるんですけども、はいはい、例えばバスケットボールとか、はい、ドッジボールとかバレーボールとか、はい、普通にマット運動とか、はい、での怪我の方が圧倒的に多いんです、うんうんうん、で組体操って本当にわずかなんですけれども、うんうん、まあ目立つのでマスコミがただ、まあ、盛り上げただけ、うん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 、の情報に、まあ、皆さんが乗っかってしまった、うん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 、で危険な技って、うんうん、ほとんど今しないんですね、うん、例えば、うんうん、組体操で骨折してしまうような子っていうのは、うんうん、普通の倒立ができないんですよ、は倒立でこけて折っちゃうんです、うんうん、だ組体操の技が問題ではなくて、うんうんうん、子供の体力というか、うんうん、そういう運動能力の方が今は問題なんですね、うんうんうん、ただそれをね細かく言っても、うんうん、議論になるだけで何も前に進まないので、おそらく神戸は昔から組体操をやる文化があって、私は小さい頃やってましたし、はい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 、だからやって当たり前っていう、まあ、文化なんですね。だからその思いと怪我をさせたくないっていう思い両方ありますから、うん、できることって言ったら保護者がその練習の時にサポートに入る、うん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 、っていうことが一番大事なのかな、うん、練習の時にやっぱりまだ未完成だし、うん、あまりできてないということで怪我しやすい、うんうん、本番は、たくさんの先生が補助に入れるんですけども、ああなるほどね、授業でね体育の時間で練習するとなると、うん、まあ、その学年、まあ、6年生でやるので、うん、6年生の担任の先生しかいないんですよ、ああなるほど、うん、運動会だったら他の学年の先生もざっと入れる、だから組体操練習するときに保護者が有志で入ったら怪我しなくてサポートできるよね、うんうんうん、という取り組みをその時に始めましたね、それは結構なんかこう賛否が、反対はないですけども、うんうん、まあ不安視というか、うんうん、だから組体操自体を学んでいない保護者がどうやってサポートするんだっていう意見はありますけども、落ちるのをワンクッションでも手差し伸べれたら、うんうんうん、落ちても大したことないじゃないですか、
それだけでいいと思うので、うん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 、で学校と相談して校長先生と相談したら、うん、それはもうぜひ、はい、やってほしいと、いうことを、聞きましたので、やったらもう大好評、学校には大好評でしたし、おそらく保護者もあんまりその直接の声は聞かないですけども、毎年40名ぐらいの方が練習に参加してくださるので、多分やっぱり心配だから見たいし、で見ることによって子どもの成長、頑張ってる姿が見れるので、すごくいい取り組みじゃないのかなと、私は思ってるんですけども、まあなんかね、あの授業参観が増えたみたいな感じで、そうですね、はい、ね、はい、決まりきった授業参観見るよりも自然な練習でどうやってるのか見た方がなんかね、子どもの自然な表情を見れそうですもんね、友達の関係を見るとか、ね、いろいろね、座ってるだけじゃない、いいものが見れると思います。なるほど。あと何か取り組んだこととかってありますか？そうですね、あとはその、PTA ってやっぱりお母さんばっかりじゃないですか、はい、ああそっか、男性があんまりいないの、はい、うんうん、お父さんはね、まあ、ほぼゼロと言ってもいいぐらいなので、あそうなんですね、たまにその、はい、お母さんが役員委員されて、来れない時にお父さんが代わりに来るっていう方も前にはいるんですけども、ほぼいないので、やっぱりお父さんをどうにかして、いいはしなくてもいいけれども、そういう何かしたいと思ってるお父さんも引っ張り出したいというので、ずっとそれですね、まあ、1年目から考えてまして、はい、いろんな行事したらいい、何したらいいのかなって考えてたんですけども、やっと思ったのが花火大会。はい、まあ神戸の知人が、はい、そういった花火の、花火屋さんなので、はい、おもちゃ屋さんといいますか、その人がやってる企画に乗っからせていただいて、保護者だけ、保護者のお父さんだけでいる花火大会を夏休みにすると、いう取り組みを始めました、まあ、お金が結構かかるのでね、まあでもそこはまあなんとか、はい、OK いただいて、始めたのがだから今年で、まあ、今も3回目終わりましたけども、3回しました。夏休みにまあ、ざっと5000発の打ち上げ花火。5000発もやるんですか、すごいですね、はい、その消火、はい、ね、例えば神戸とか、まあ、大きな花火大会、ああいう尺の玉ではなくてですね、はい、学校でやるので、あの玩具花火なんですね、はいはいはい、うんうん、私たちって子供の頃って公園とかで上げてたじゃないですか、確かに確かに、今って上げれないですね、禁止なんですよ、どこも。昔あのね、花火屋さん、花火屋さんとかおもちゃ屋さんにちょこっと上がる打ち上げ花火とかだったら、はい、ロケット花火とか小学生がね、はい、買って普通に公園とかで上げてたじゃないですか。そっか、そういうのは今ダメ、どこもできないんで、神戸市でも一切上げるところはないんですから、もちろんね、無視してやるっていうこともあるんでしょうけども、公にはできないので、だから子供たちはその打ち上げ花火を経験したことがないんですよ、見たこともないし、触ったこともない、だからそれを、まあ、お父さんが、ゴーグルして、たまま、まあ、すごく火の粉が落ちてくる中を、はいはいはい、ガスバーナーで火をつけて、はい、5000発あげるっていうのを夏休みの、まあ、行事一つとして、1回目したら大好評で、2年目さんもやってほしいということで、2年目はその地域の盆踊り大会のゲストとしてやってほしいというご要望があったので、そうすることで、まあ、単なに学校、小学校の保護者だけでやるものじゃなくて、地域の文化として育っていくんじゃないかなっていうのが2年目で見えてきて、でそうなると今度お金も出しますよと、あスポンサーとか、自治会さんが、あそっちで予算が、はい、だから初めは PTA が出してたんですけども、だからまあ、ね、なるほど、その日は見に行けないとか、
遠いから行けないとか、うんうん、うちの子広く広いので、うんうんうん、だから行けないのに PT 会費からお金出すのどうなんだっていう意見ももちろんあるんですけれども、うんうん、どんな予算でも全ての人に答えることはできないので、うんうん、もちろんそのお考えも分かるんですが、うんまあ、そこはまた別の目的といいますか、うんうんうん、これを文化に育てていくこと、うんうん、というのがあったので、まあ、頭下げてやらせていただいて、うんうん、ただ、まあ、地域から、うんうんお金出しますよと言ってくれるように育ってきたんですね、うん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 、だからそのうち全額、うんうん、寄付というかそういう協賛金で成り立つんじゃないのかなとは思ってるんですけど、ね、確かに確かに、はいうん、そしてお父さんもうまく引っ張り出す、お父さん引っ張るの大変でしたね、あ、それが大変一番大変あその別にみんな花火大会やることは別にそんなに、はい、その反対とかはないけども、はい、じゃあいざお父さん来るかって言ったらなかなか、そう。一年目は大変でした。だからプリント作って、うんまあ、全保護者に配るんですけど、はい、やっぱそんなにないので、うん事業参観とか他のイベントの時に、うん、一人一人配ってナンパしたんです。あ、その花火大会やって、はい、お父さんが手伝う花火大会だから、はい、その来てくれ、はい、手伝ってほしい、花火師になってほしいって。あ1年目になんとか10人集めて、開催。やっぱお父さん集めるのが一番大変でした。ああ、じゃあ、やっぱ、ね、なんて、やっぱ仕事が忙しいとかなんですかね。仕事は、どうでしょう。ただね、事業参観とかお越しになるから、ある程度ね、思いはあると思うんですけど、やっぱり、男性って、自分が変わることを怖がるので、うんうんうん、新しいことをするのを怖がるので、うんうんうん、そこの一歩、まあ、線をどうやって乗り越えるかっていうところ、うんうん、ただ他のイベントもいろいろ考えたんですけども、うんうん、ちょっとインパクトが弱くて、あ花火大会の花火師なら、うんうん、そこを乗り越えるんじゃないかなと、うんうん、っていうのがあったので、まあ、花火師としていっぱい勧誘して、うんうんうん1年目その10人やっと集まった感じで、その後2回目、3回目 ?2 回目はですね、10… 2回目やっぱり一度やってるので、あそれを見て、こんな感じかって思えばね。うん、分かる。はい。あだから、割とすぐ集まりました。はい、うん。だ2回目もね、辞退された方もいらっしゃいます。去年やったから他のお父さんにやってほしいとか。そういう輪が、徐々に広まってるかな。うん3回目も、うんうん、半分ぐらいは経験者で、うん、半分は新しい方。だから毎年新しい方が増えていってるっていう感じですね。ああ、じゃあそれもうまく。うまくいってますね。だからお父さんがやっぱり何かしたいと思ってる方はいっぱいいらっしゃるので、そのきっかけを作ることと、やっぱりお父さんも友達がいない。ママ友ってね、いっぱいいるけど、はいはい、パパ友ってね、はい、やっぱいないので。うんまあ、あえてパパ友を作る必要ないですけど、まあ、いても、まあ、別に学校行って喋る人がいる、はいっていうのはすごく大事なことかなと、他何かこう取り組んだことで大体大きなところではそんなそうですね、だから花火をすることでやっぱり花火だけだと寂しいから、はい、対抗したりとかね太鼓和太鼓あ和太鼓ね花火をする前に、うん、花火師のお父さんで和太鼓をしてっていうのを、まあ、3回目の花火大会でしたんですけども、花火大会だったら当日だけでいいんですけども、うんうん、太鼓つなめてもちょっと練習練習確かにねなので、はい、うんやってくれるかなちょっとハードル上げましたね花火師にご招待してくださった方に、はい、太鼓やりたいねって言ったら、うん、まあしぶしぶ来てくれたのか、うんうんうん、まあもうそこまでやるなら、うんうんやろうかという感じで、うんうんうん、和太鼓の練習も来てくださって、うんうん、当日もきちっとできたので、うんうんまあ、太鼓と花火のセットができた、うんうん、だから来年またね、うん、何か考えなきゃいけないけど私は卒業するので次のね、代の方と一緒に私もサポート入りながらしていきたいなとは思うんですけども、うんうん、あと何かもそうだなあとそう大きく変えたことは今度お母さんのね、やっぱりフォローをしないといけないんで、うん、
PTA って何十年って変わってないんですね。うん、だいぶ前に私の母親に聞いたんですけれども、はい、委員を決めるとき、はい、みんな黙って下向いて、はい、もうだから30年40年前から、ああ、もう。いや、40年前から変わってないんですよ。もう誰もやりたくなくてみんな無言みたいな。そう。すごいですね。40年間変わってない。あ、このシステムを。このシステムを。誰もやりたくないシステムを変えなきゃいけないっていうのが、まあ、大きかったかな。あ、それを変えるとなると、やっぱりすごくエネルギーもいるし、うん、反対もあるし。うん、そうですね。で、今は、その、PTA が任意団体であるっていうことが、うんうん、まあ、ある程度、まあ、ネットとかで広まってきて、うんうんうん、で、個人情報の保護法は、あ、はい、保護法で、PTA も個人情報の適用になったんですね。うんうん、となると、いろいろとしなきゃいけないことがあって、そこ、まあ、スルーすることもできるんですけども、うんうん、ただ、後送りするだけで、うんうん、次の代とか、次の世代が困るだけなんで、うんうん、法律が変わったんだから、うん、それに法律にのっとって運営していかないと、うん、いつか誰か、うん、クレームを言ってくる人が必ず出てくるし、はい、その時に対応するんで遅いので、うん、やっぱりそのクレームが出る前に対応していかなきゃいけない、うん、となると、まず PTA に入らなくてもいいんですよということを、あ、ちゃんときちっとちゃんと保護者に今説明する。使ってたですもんね。そのネットではそういうのが伝わってるけども、うん、でもやっぱり現場としては言っちゃうと入らなくなって運営が回らなくなると困るから、うん、あんまりこうはっきり言わずに、まあ、とにかく入って誰かやってよみたいなのは、うん、大体それが普通ですよね。それもね、誰も入りたくないのにやらなきゃいけないってなんかおかしいなと思うので、だから入りたいって思ってもらえる、うんうん、組織にできるんならした方がいいし、うんうんうん、だからきちっとね、この入りたくない人は入りたくない、うん、入りたい人は、まあ、入ってもいいっていう人は入っていただく、うんうん、その2つだと思うんですよ、うんうんうん、できちっと分けて、そこでまた委員しなきゃいけない、役員しなきゃいけないっていうところを避けていく、うんうんうん、だから委員数を半分にしたんです。ほー、半分にすると、はいはい、6年間いたとしてもやらなくていい確率がすごく上がるんですよ。あ、そっか、その小学校に子供が通っている6年間で、うん、まあ、毎年、うん、例えば10人なら10人が5人になれば、はい、相当確率はやっぱり減るわけですね。そうですね。だから今で言うと、うん、クラスの3分の1だけ委員になる、うん、6年間通して、うんうんうん、3分の2は6年間で委員しなくていいっていう環境を作ったんですよ。だから、PTA に本当は入りたくないけど、うん、でも入れなきゃな、うん、入っとかなきゃなっていうのあるじゃないですか、うん、あ、まあまあまあそうですよね。あの、入らないっていう宣言ができない、うん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 、方もやっぱりいらっしゃるし、うんうん、そういう方のためにもそのそういう場が必要、うんうんうん、まあ、入りたくないけど仕方なく入った、でも委員は絶対したくない、あ、その方も、うんうん、だからいやちゃんと言いやすいよ、うん、参謀にはしなくても大丈夫、うん、まあね、兄弟いたりとかするとまた変わってくるので、うん、まあ、だと半分ぐらいはしなくてもいい環境を作ったんです、うん、そうなると本当にやってもいいよ、やりたいって思う方だけで運営ができるようになる、うんうん、となると空気が良くなるんですね、あ、いやいや来てる人じゃなくてやってもいいよっていう、うん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 、気持ちの方が引き受けてくださるので、うん、だから全体がうまく回っていく、うん、だから引き受けたけど来ない方もやっぱりいらっしゃるので、それもそれでしょうがないかなと思うんですけども、うんうん、そういう方が減っていくと、うん、きちっとね、やりたい人、やってもいい人と絶対やりたくない人が分かれる、うん、で綺麗に回っていくので、うんうん、じゃあどちらの人も笑顔でいられるかなと、うんうん、
もう半分に減らしちゃったら結構大変なこともある。それでもないですね。今までが単に無駄に多すぎたの。無駄ではなくて、まあそういう時代だったと。で、時代が変わってきて、専業主婦が減ったとかって言うんですけど、うん、昔から専業主婦って少ないんですよ。うちの母親の時代もほとんどの人働いてたよ。40年前でも皆さんパートなりアルバイトなり何かしら働いてるんですよ。で、今もそれは変わってないんですけども、まあ、正社員の人が増えたのは増えたのかもしれないですけどね、女性の正社員。だから40年間変わってない。要するに無駄に人数増やしてでも実質あんまりやりたくない人とか、なんか仕方がなくもうなっちゃったけど来れない人だったら、もう少数制でやりたい人だけやった方がいいっていうのに変えたって感じ、そうですね。皆さんやっぱり減らせないんですよね、 PTA って仕事を。去年やったから今年もやらなきゃいけない。でやっぱりいいようにしたいから、どうしても仕事って増えちゃうんですよ。現状維持だったらあれだけど、例えば新しくね、花火大会やるとか防犯カメラとかって言ったら、まあ常にやってることにまた一つ、二つ加わるわけですもんね。だから必ず増えていくので、増えない仕組みを作らないといけない。で、変えていいっていうことを根付かせなきゃいけない。変えちゃダメっていう文化なので、自由に変えていい。今までのこと、そうですね。だから基本例年通りなんで。そうか、例年通りだともう常にもうタスクが変わらないから、ここ別に見直してもいい。毎年やってるけど、やんなくてもいいことはやんなくていいし、でも新しくやるべきことをそこに組み込めば、やるタスクの量は変わらないみたいな。そうなると、まあ、少ない人数でも回せるようにしていった方がいいんですよ。やっぱりね、何十年も変わってないので、やっぱ時代によってした方がいいことって変わるじゃないですか。で、任意団体なので、しなきゃいけないことって一つもないんですよ。そっか、別に何か義務付けられた、例えばね、それこそ公立のね、学校だったらもうやらなければならないことが全部決まってるんでしょうけど、任意団体だったら別にね。そうですね、学校はね、やらなきゃいけないことがあるんでしょうけど、まあ、学習指導要領があったりっていうのがあって、保護者の集まりは、ね、先生と保護者の集まりなので、PT なので、任意団体、義務ではね、ないですから、全てが、だから自由なんですよね。自由なんだけど、なんかすごい義務化された団体みたいなつもりになっちゃって、感じがらめになって、こう、やめることもできなければ、変えることもできなくなっちゃってる。だから誰かが変えないといけない。変えた方がいい。あんまりいけないっていう言葉を使いたくないので、変えた方がいい。で、結局誰が、結束かってとこですよね。誰が何か文句あったとしても、きちっと受け止めて、それを責任を持って跳ねのけて進めるか。となると、まあ、1年目とか2年目ではなかなか難しいですよね。そうですよね。はい。やっぱりよくわからない状況、慣れた時に変わっていくので。だから、私がまあ4、3年目、4年目な。ね、5年目になって、まあ、5年目で大きく変えたんですけども、そこまでやると、まあ、島津さんが言うならって多分言ってもらえると思うんですよ。今までね、これだけやってきた実績もあるし、はい、まあ、いろんなことが分かってるし。だから、今しかないかなと。はあ。だから、チャンスなのかな。で、しなきゃいけないっていう空気を、まあ、6年かけて、減らしてきたんですね。変えていいっていう。だから、普通に変えるっていうことが当たり前の意識になってるんですね。その役員さんとか委員さん、これ変えたいんだけど、これやめたいんだけど、普通に言うんですよ。それってすごく大事なことで、皆さん嫌だからやりたいんじゃなくて、これはしなくていい、こっちした方がいい。ちゃんと分かってはるんですね。
だそういうのが普通に言える。うんうんうん。とか今までは言えなかった。言えなかった。それも文化で言えなかったので、そこを変えていくことで、変えていい。で、自分の意見が言えて、それが通る。っていうことは、自分がすごく認められてるっていうふうに、お母さん方も思うんですよね。となると、やりがいがある。やったかいが。1年間やってよかったって思ってもらえに徐々になっていく、そういう環境を作ることがすごく大事かな。橋田さん5年目にその委員の数を減らして5年目に委員の数半分に減らして、おーすごい、はい、うん、入っても入らなくてもいいよっていうこともきちっと伝えて、だから大会届けも用意してる。おーまでやってきて、なんかね、嫌がらせとか面倒なこととかね、5年もねやったら、まあ5年やらなくてもいっぱいありそうですけど、なんかそういうこととかは、ね、一度ですね、そのありましたね、匿名ファックスっていうのがありましたね。まあうちの小学校ではないんですけども、はい、近くにある小学校、はい、まあ、国立の小学校ですけども、はい、小学校じゃないんだ、そこは中学校。はい。はい、まあね、去年、一昨年、うん、大阪の地震があって、コンクリートブロック塀が倒れて、うん、小学生の女の子が亡くなってしまうという悲しい事件があった。うん、まあ、それにもかかわらず、まあ、ブロック塀を放置している学校があったので、うん、まあ、一応それを意見をしに行ったと、うん。で、そのやり取りを、Facebook とブログに書いてたんですけれども、うん、まあ、それに、見た保護者の方が、会長の子供の通学路だから言いに行ったんじゃないですかっていうファックスが来たんですね。あ、学校に届いたんですね、匿名で。で、教頭先生から会長こんなん来てますけどっていう話があって、まあ会長だから、で一級建築士だから、地域全部のコンクリートブロック見てほしいという、という変な依頼があったんですけども、まあ、思いは分かるんですけれども、それは私の仕事ではないし、そんな個人の所有の、ね、権限、個人所有に対してね、何か言うこともできないですし、学校という公的なものだから言いに行ったと、だから個人のものに対しては言えませんよっていう。とか要はその全部ブロック塀をどうにかしろって話じゃなくて、はい、その学校のブロック塀をっていう話をしてるのに、はい、いやそれだったら全部ブロック塀をどうにかするのが会長の仕事じゃないかみたいな、でもそれはまた別の話です、ね、確かに、はい、だからお金いただけたらね、仕事としてしますよっていう返事はしたんですけど、匿名なのでね、ブログ上で返事をしたんですけどね、まあそうぐらいかな、はい、まあ嫌がらせではないですね、まあでもね、いろんなやっぱね意見がやっぱりね来て、はい、まあ、それもね、まあ、安全安心な町にしたいっていう思いがあってのことですけども、まあちょっと方法が違うっていうところだけです、まあ、まあでもね、もう何でも言えばやってくれるみたいな感じであくまで任意団体のね会長で別に ね、なんかそので、その県知事でもなければ市長でもない、ボランティアなので一円もね、いただいてないですから、でもそのよく、まあそのね、もちろん地域に貢献したいとかって思われてもよく6年も、そうですね、6年できたのはですね、会う人がすごいんですよ、出会う人が、やってもいいよっていう方しかいないんですね。っていうことは、いろんなことがすごく前向きに進むんですよ。否定する人が基本的にいないんですね。こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないのか。それがすごく前向きな気持ちで皆さん活動してあるんですよ。
普通に社会生活を送ってたら、そんな人ってなかなか出会いないんですよね。足を引っ張る人とか、邪魔する人とか、悪口言う人ばっかりなんですけども、みんないい人ばっかりなんですよ。役員の方もそうだし、他の学校の役員、会長さんとか副会長さん、みんないい人ばっかりなんですよ。あ、じゃあそれでなんか別にこうだったら自分もなんかこう前向きな気持ちで慣れますし取り組んで、で1年じゃやっぱり変えられないから2年、2年じゃ変えられないから3年って言って6年になっちゃった。あ、なるほど、結果になっちゃったっていうか、ね、実際仕事とかにね、だって影響相当な時間がね、仕事がね影響ないと言えば嘘になりますけども、でもまあ最大ね、私の場合そうたまたま6年ですけども、一生続くわけじゃないので、で子供に関われる時間って、中学以降になると、子供って手が離れていくんですよ。たった6年だけなんですね。その6年を子供とどう過ごすかっていうことを考えたら、まあ、仕事は減って申し訳ないなと、ね、いろんなところで思うんですけども、それよりもっと大事なことがあるんじゃないのかな。子供と過ごせることだから、で結構学校行ってますから、今日も学校来てるなっていうのが分かるでしょうし、いろんな行事にね、こちらから絡んでいくし、でゆくゆくはそれが子供に伝わればいいなと、大人の背中というか親の背中というか、まあ、仕事はねこれからまた頑張ればいいはい、今しかできないことなんで。なるほど。あとね、多くのね、地域では、まあ学校ではその PTA って結構まだまだね、そのやっぱりやりたくない人が仕方がなくやってみたいなことが多いと思うんですけど、なんかこの、ね、まあアドバイスというか、なんかこう、こういう人したらうまくいくんじゃないかな。そう、頼まれ事は試され事でしょうか。まず、まあ仕方がなくやるんじゃなくて、まあやってみるっていう。で、すごく面白い人がいっぱいいることと、前向きな人しか基本的にいないっていうこと。で、本当にみんな素晴らしい方ばっかりで、学ぶことがすごく多い。で、おそらく一生の友達がすごくたくさんできる。大人になっての本当の友達かなというふうに思いますね。仕事のつながりとか一切そういう利害関係がなくてつながれる友達っていうのはなかなかないのかなと思いますし、やっぱり子供にどんな親の背中を見せるのかっていうところがこれからの時代大切かなと。物の時代が終わって情報の時代がおそらくもうすぐ終わる。で、これから心の時代になると私は思ってるんですね。で、その心っていうのをどうやって子供に見せていくかっていうのは、言葉で言っても伝わらなくて、やっぱり背中とか行動でしか伝わらないと思うので、そういうことが、学べたり実践できる場所かなというふうに思います。あとはでもあれですね、本当にその、ね、人数を見直すとかね、その、もう例年通りやることを全部別にやらなくてもいいとかっていうと、だいぶなんかね、前向きな気持ちで ね、やりたいと思うことをやれるような、やった方がいいことはいっぱいあるんですけど、やらなくてもいいことなので、で、義務とかね、負担を限りなく減らす。なるほど、なるほど。で、気持ちよくやる。となると、数少ないこと、本当に最低限必要なことをやればいいのかなというふうに思います。というわけで、はい。すみません。まだまだ聞き足りないこともありますが、はい。今日は建築家、愛の建築家で、ね、神戸在住で、PTA 会長6年、もうやっとあと半年で、あと半年で終わって6年で終わるという PTA 会長の島さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。